確かに固まってあれまさかトムタそもそも壊してもらえるから鉄道の話もしながらそういうのですよねこっちの音がつくよねあっちの怖いよねこっちの音が怖いよね小田急は箱根の中に散歩線でやるじゃんで、日曜日だったからロマンスが出て終わって。違うよ。